言葉にするとどういう言い方が正解になるとかいや、やけん、本当に引退するぐらいの気持ちで、来年アーティストとしての方に音楽に振っていきたいけど、それでも、やっぱり、なんだよね。いや、ちょっとむずいよ。なんて説明すれば。結局多分その海外に行ったりした。やっぱサブチャンネル動画あげます。日本に帰ってきたりした時とかも、やっぱ、もう日本を沸かせたい欲みたいなのが出てくると思うんですよ。絶対出るね。絶対出てくる。そう、まあ。じゃあ、それが本当にそうやけ。俺ら帰ってきたウェイを多分したいでしょ。それやりたくなるけ、ブレーキがてらもあったよね。自分に。いや、社長は、そんなブレーキじゃん。そんなブレーキじゃん。そんなブレーキじゃん。まだ自分のこと分かってないんすか。やばいっすよ、そんな。そんなまで止めれないでしょ、自分のこと。なんで来年の自分の首絞めてるんすか。ブレーキっす。いや、じゃあ、絶対無理って。そんな、もう無理なんだから。そんなブレーキ。そんなブレーキ。止まらないんだから。止まらないやろ、自分。止まんないっすね、社長。みんな社長じゃない。社長に。僕らほら社長のこと外から見えてるっすから、いざ帰ってきて渡してやとかってなるときに、またそのブレーキを多分取っ払うでしょ、どうせ。そう、もう我慢できないじゃん、と思う。俺も、めっちゃそう思う。そういう時逆に俺らが止めても社長行くじゃん。はい、そうやっと思うよ。いや、ああいうこと言ってたからあげない方がいいんじゃないですかって言っても、いや、ちょっとあげたい絶対言うじゃないですか。知ってるっすよ。俺らは数々の前言撤回してきたね。やっぱり盛り上がるけど、やっぱこういう撤回は早い方がいいけん。まあ確かに、まだ YouTube や。確かに、でも引退するっつって変な動画上げるぐらいなら今引退してないけど、まだ今は。そう、まだ引退してないね。まだ間に合うんですよ。じゃあまずすいません。すいませんって、ちょっと。でもまだ年内いろいろ考えようと思ってたけど、考えた結果、サブちゃんぐらいでは全然 YouTuber みたいな動画上げるかもです、うん、イエーイ、うん、そんぐらいでいいと思いますけど。いや、僕は引退しようと思ったんですけど、やばメンバーの大反対により、やばっ、かっこすぎやろ。なんか社長、シャバくなったっすね、なんかちょっと。すげー、ダサーすね。めちゃくちゃリーダーめちゃくちゃシャバいじゃないか。びっくりした、その発言した。社長、シャバいって。まあ、そういや、まあ、そういや、ってかも、ずっと自分でしてきたことじゃないですか。素直にもうピュッて。もう、それぐらいすか。考えるから、みんな面白がるけ。いや、そんな、やけいじられるってよ、また。ピュッて行けばいいよ。今、あんたが餌やりようとよ。あんたが一番尺のコメントたちの餌を今、あんたがやりよる。そういうのすって飲み込めない。ピュッて言っちゃえばいいよ。ほら、ピュッて言わな。じゃあ、サブチャンで更新します。はーい。たまにね、もう本当も頻度とかは何も考えず、ゆるくね、できる範囲でやるもんね。すいません、引退はちょっと待ってくださいということで。ごめんなさい、本当すいませんね。サブチャンネル、ごめんなさい、本当に。いろいろね、ちょっとずれてしまって、本当に。今後ともレッスン、また上げたくなっちゃうから、俺たち動画。こんな僕たちをよろしくお願いします、本当にごめんなさい。すいません、本当に。